録のスタートです。シグナルに注目。ドライソロックのレースが始まった。まずトップに出たのは1号マグナム。しかし後ろのマシンも負けていない。この後の展開はどうなるのか。レースの中盤戦、後ろのマシンもトップから離れずに食らいついている。トップは4コースマグナム、2コースすぐ後ろからトップを追いかける。気の抜けない展開がファイナルラップに入った。トップが最終セクターと周回遅れでリタイアだ。4コースゴールイン。どのマシンも素晴らしい走りだったぞ。